ごーい、アリチ君って都会から来たからもっと手が早いんだと思ってた。男としてどうなんだ。女の子に恥をかかせるな。もしかして童貞か。皆さん、何してるんですか？もう修行の時間ですよ。そうだな。あの話が本当であることはもう確認できた。というわけで、本日の会見はこれにて終了とさせていただきます。もう終わり？付き合ってまだ2日目なんだから、これ以上つついたって何も出やしないって。あ、じゃあ最後に、離婚会見はいつやる予定ですか？そうですよ。はいはーい。オチもついたところで、会見は本当に終了。というわけで皆さん、それでは最後に盛大な拍手をお願いします。おめでとうございます。ですよね。まあそう言わずに、おめでとうございます。お似合いだと思いますよ。ありがとうございます。話が済んだのなら解散。みんな席についてください。クラマさんは別の学年でしょう。早く自分の教室に戻らないとダメですよ。すみません。それからそっちの方まで何を黙って見ているんですか。いや、我々としても巫女姫様のことは気になることで。私たちは法理で生まれ育ったので。授業をするので出て行ってください。